今回は戦国時代の9回目についてお話しします。まず空欄ですね。自分でどれだけ埋まるか確認してください。では一時停止ボタンを押して確認しましょう。はい、どうぞ。ではいきます。前回に引き続き中国との外交のまとめについてお話します。日本では奈良平安時代ですね。この時の中国、まずは唐です。では最初いきましょうか。ある人物が遣唐使の停止を献議しました。そして遣唐使は中止になります。停止になりましたね。ではこの人物誰か、答えは菅原の道真ですね。でここ菅原の道真、ちょっと復習しましょうか。この人物は時の権力者藤原の時平によって左遷させられました。その時の事件の名前覚えてますか。はい、ちょっと復習。はい、 OK。 そうですね、正体の変ですね。菅原の道真、正体の変、遣唐使の停止を献議、ぜひともセットで覚えておいてください。でこの時の唐との関係ですけども、前回お話しした通り不明です。では次ですね。中国は唐から宋になりました。ではこの時の日本の中心人物ですね。この人物はこの宋と貿易を行い、かなりの財を蓄えたと言われています。ではこの人物は誰か、答えは平の清盛ですね。ではここでまた復習です。平の清盛はどこの港を利用してこの日宋貿易に励んでいたか、港の名前確認しましょうか。はい、復習。はい、 OK。 そうですね、答えは大和田の泊ですね。今の神戸になります。でこの時の宋との関係なんですけども、正式な国交はないです、ね、でここに下に書いてありますけども、国との正式な国交はなしという場合でも民間では貿易が行われていましたんです、ね、これは押さえておいてください。正式な国交がないから一切人の出入りがなかったということではないです。商人同士は、勝手に商売をしていましたということは必ず押さえておいてほしいなと思います。では次です。鎌倉時代、まず宋ですね。で変わりません。で次元になりますですね。同じく正式な国交はないです、日本と元戦争してますからね。ではその次です。室町時代ですね。中国は明になります。では最初ですね、もう朝貢の形ですね。それでこの明と貿易を始めた将軍がいますですね。ではその将軍は誰か、答えは足利義満ですね。足利義満は朝貢の形ながら明と貿易を始めます。ではその貿易を何というか、答えは勘合貿易と言います。では次です。ここです。この足利義満が始めたこの朝貢の形をとった勘合貿易を一時停止した将軍は誰か、答えは足利義持ですね。ではではこの停止したのをまた再開した将軍ですね。ではこの将軍は誰か、答えは足利義教ですね。ですから三大将軍、四大将軍、六大将軍でしたね。でこのあと日本は応仁の乱が始まり、この足利将軍家が貿易するといった力を失います。でその後にですね、この勘合貿易を続けた守護大名ですね、細川氏と大内氏がいました。でこの細川氏と大内氏が中国のある都市で争いましたね。ではその乱を何というか、答えは寧波の乱と言います。でこの寧波の乱で勝った大内氏ですね。でこのあと大内氏がこの勘合貿易を独占していきます。しかし戦国時代になるとこの大内氏は滅亡します。そこで勘合貿易断絶ですね、終わりました。でその後明はこうですね、もう外国と貿易するなというような政策を取ります。じゃあこの政策を何というか、答えは解禁政策と言います。でその後江戸時代になります。で江戸時代明と清ですけども、両方とも正式な国交はありません。正式な国交はないですけども貿易はしていましたということですね。今回はここまでです。ありがとうございました。